はい、ついにエイブルトンよりリリースされた新しい音楽制作デバイス、エイブルトンムーブ。インストゥルメントやエフェクトが内蔵されており、4トラックで音楽制作ができるほか、パソコンと接続するとオーディオインターフェースや外部マイクとしても使用できたり、パッドやノブを使ってエイブルトンライブを操作するコントローラーとしても使用ができるという製品です。今回はこのムーブでどのようなことができるのか、実際にトラック制作を行いながら解説の方を進めていきたいと思います。まずは気になる製品のスペックですけれども、サイズや重量はこのような感じになっています。片手で持ち上げることも簡単にできますし、このサイズ感だとノート PC が入るバッグですと簡単に持ち運びすることもできそうです。バッテリー残量はフル充電から3時間から4時間程度使用できるということですので、例えば外出先だったり、あとはベッドルームなどでこう気軽に制作を始めて結構のめり込んでしまったとしてもですね、バッテリー残量をあまり気にすることなく作業の方を進められそうです。そして嬉しいのがマイクやスピーカーが本体に内蔵されている点です。やはりこういったモバイルデバイスはいかに手軽に使えるかという部分が重要ですので、マイクやヘッドホンを使用しなくてもすぐに使えるという点は非常にありがたいと思います。拡張性について見ていきましょう。こちらは外部スピーカーやヘッドホンと接続するオーディオ出力、こちらはマイクと接続するオーディオインプット端子、こちらの USB 端子では外部のMIDIコントローラーと接続することができます。このような一般的な USB MIDI コントローラーが接続できるので、鍵盤の方が演奏しやすいという方はですね、接続して制作を進めることができます。そして最も気になる演奏性についてですね、32個のパッドはベロシティに対応しているので、しっかりとこのように強弱表現を行うことができます。押し込みの強さにも反応しますので、こういったリピート機能を使用しながら強弱表現を行うこともできます。また音色操作をメインで行う8個のノブはしっかりと重みがありますので、本体を動かしたりしてもパラメーターが意図せずに動くということがなかったので、全体的にハードウェアとしてかなりしっかりした作りになっていると感じました。ではここからは実際にムーブを使ってトラックの方を作っていきたいと思います。まず起動するとこのような状態になっていて、このパッドの一つ一つがプロジェクトを表していて、押すことでプロジェクトを切り替えることができます。この状態で再生すると、このようにプロジェクトの切り替え時間なくシームレスに内容を確認することができます。この色のついてないプロジェクトを押すと新しくプロジェクトが作成されます。あとはこの4つのトラック切り替えボタンを押してあげると、すぐにですね、演奏に入ることができます。1番目のトラックがドラム、2つ目がベース、3つ目4つ目がシンサイザー系の音源が割り当てられていて、こちら音色が自動で読み込まれます。読み込まれる音色はですね、毎回プロジェクトを作るためにランダムで変わります。通常こういったデバイスではまずデフォルトの音色を切り替えていくことから作業を始めると思いますが、 Move ではすぐにフレーズのアイディア出しから始めることができます。どんな曲作っていこうかなと決まってない場合は、音色からインスピレーションを得るっていうこともありましたので、この Move はアイディアを出すというところにかなり重点が置かれているんじゃないかなと感じました。まずはドラムから入力していきたいと思いますが、何もアイデアが決まっていないので、ひとまず演奏を行いながらフレーズの方も模索していきたいと思います。このパターンを今回使ってみようと思いますが、演奏後にはですね、このキャプチャーボタンを押してあげると、レコーディングを行っていなくても演奏内容を後から復元することができます。またすごいのは BPM ですね。今127と、先ほど演奏した内容から自動的にこの BPM を検出して反映してくれているので、 BPM いくつだっけなと探すことなく、どんどんですね音を重ねていくことができます。で、今演奏したパターン、少しタイミングによれがありますので、クオンタイズというタイミング補正機能を使用していきます。このシフトボタンを押して、一番右のこの小さいボタンですね、同時に押してあげるとクオンタイズがかけられます。続いてハイハットの音重ねていきたいと思いますが、リピート機能というのを使っていきます。このリピート機能は設定した音符で自動的にリズムを刻んでくれます。また強弱もこうやってつけれますね。ここではひとまず今16分の1ですけれども、8分の1に設定を変更して、これを重ねていきたいと思います。すでに録音済みのフレーズに何か重ねる場合は、この録音ボタンを押してレコーディングを行っていきます。
ょっと今強弱ですね、過剰につけすぎてしまったので録音を取りやめたいと思います。その場合はここにですね、Undo ボタンがありますので押してあげるだけで元の状態に復元することができます。ではもう一度録音の方続けていきます。レコーディングができました。演奏の入力方法はもう一つありまして、パッドの下に見える16個の音符がですね、16音符のステップになっていて、点灯させたり消したりすることでステップシーケンサーとしてフレーズを入力することができます。試しに全部点灯させてみましょう。再生してみると、このようにリアルタイムで演奏を行わなくても後からフレーズを入力することが可能です。今ドラムパターンはですね、4小節分録音してるんですけれども、このステップで見えてるのは1小節分です。もしも隣の小節に移動したい場合ですね、この左右のボタンを押してあげると、このように2小節目、3小節目、4小節目と切り替えることができます。今回はこのハイハットはこの8分音符で進めていって、この音をステップシーケンサーで入力していきましょう。1小節打ったら、あとは他の小節も繰り返してみます。またこのドラムのトラックでは、各パッドのサウンドに対してピッチのバリエーションを持たせることもできます。シフトボタンと左から8個目のボタンですね、押してあげると、今まで使用していなかった右半分のパッドが点灯します。今はスネアが選択されていますが、この状態で右側を演奏すると、現在のサウンドのピッチ違いを演奏することができます。これによってかなりサウンドにバリエーションを持たせることができるので、例えばこの一つのサウンドからフィルのようなアプローチを行うこともできます。もちろんピッチのあるサンプル、こういったものでしたらコードだったりフレーズだったりを演奏することもできるので、この機能を活用することによって音数の多い厚みのあるトラックを作ることも可能です。続いてベースの方を入力していきたいと思います。2つ目のトラックを選択して、もう少し演奏のピッチ下げたいと思いますので、その場合はこのトランスポーズボタンですね、マイナス方向を押してあげると1オクターブずれていきます。ここでは音色の方も変えていきたいと思います。音色を変更する場合はこのジョグダイヤルをまずプッシュしてあげます。音色のリストが出てきます。ジョグダイヤルを回しながらこうパッドを押すだけで音色次々と切り替えて確認できますので、手早く作業が進められる点も非常に嬉しいです。今回この音色使っていきたいと思います。ベースラインはドラムと違ってピッチがあるので、ここではですねスケールの方を設定していきたいと思います。スケールはこの音符のマークのボタンですね、同時に押してあげると主音の音ですね、今は B が主音でスケールがマイナーなので Bm スケールが演奏できているという形になります。ここをですね違う雰囲気のものを選んでみたいので、フリージアン選んでいきましょう。このように少しダークな雰囲気ですね、この状態で録音していきたいと思います。録音が完了しましたら音色の調整を行っていきたいと思います。上の8個のノブはですね、現在選んでいる音に対してそれぞれ適したパラメータが割り当てられています。演奏を聞きながら回してみましょう。このノブの設定は固定だけではなくて、フレーズの中で動かして記録することもできます。その場合はもう一度録音状態にしてノブを回していくだけです。動きが記録されているノブはこのように赤く点灯します。では3つ目のトラック入力していきましょう。
今回このままこの音色を使っていきたいと思います。ここでもクオンタイズをかけていきたいと思いますが、今演奏したフレーズは8分3連という音符が使われているので、クオンタイズの設定を変えていく必要があります。3つ目のボタンを押してあげるとクオンタイズの設定に入ることができるので、ステップグリッド8分の1 T を選択します。その上で改めてクオンタイズを適用します。一番最後に演奏したパッドはここになっていましたが、一つ左側のパッドに変更したいと思います。録音内の編集はこの下のステップですね、ここから直したい部分を選択する必要がありますが、今表示されているのは全体4小節のフレーズの中の1小節目ですので、まずはこの表示を4小節目に切り替えたいと思います。ループレングスボタンを押します。そして左右の矢印から対象の小節を指定してあげます。確定を押してあげるとこのように4小節目に入力したステップが点灯されますので、ここでは修正したい一番最後のステップを選択します。そうしますとそこで演奏されたパッドが点灯しますので、消して修正後のパッドを演奏してあげると、確認してみるとこのように簡単に修正することができます。エフェクトの方を適用していきたいと思います。ムーブではこの各トラック2つずつエフェクトが使用でき、また楽曲全体に対しても2系統のエフェクトを適用することができます。エフェクト設定を行う場合はジョグを回してあげて、そうすると一番左が音色設定、そして右がエフェクト1エフェクト2という感じで切り替わりますので、今回はこのエフェクト1のコーラスアンサンブルを変更していきたいと思います。このようにコーラスアンサンブルの別のプリセットが表示されます。もしも別のエフェクトに切り替えたい場合はこのバック押してあげて、ここからですねエフェクト自体を切り替えることができます。エフェクトのラインナップは主要なものが用意されています。ここではフェイザーフランジャーを選択してみましょう。あとはこの中からプリセットを選んでみます。プリセットを選んだ後にこのノブでですねエフェクトの細かい設定を調整することができます。続いてディレイもかけていきたいと思いますので、隣に移動してリバーブをディレイに変更してプリセットを開いていきます。トラックが増えてきたところで一旦ボリューム調整の方を行っていきたいと思います。右上のノブはボリュームノブになっていて、そのまま回すと楽曲全体のボリューム、トラックボタンを押しながら回すとそのトラックのボリュームをコントロールすることができます。ここでは最後に入れたトラックのボリュームを少し落としておきましょう。ドラムトラックはドラム全体だけではなくてパッドごとの音量も操作することができます。その場合はこのようにパッドを押しながらノブを回します。では4つ目のトラック録音していきたいと思います。今回はムーブに入っているサンプラーというデバイスを使っていきたいと思います。サンプラーは内蔵マイクやあと外部入力、こちらから入力した信号を記録してパッドで演奏できるというデバイスですね。音色切り替えからカテゴリーを戻ってこのテンプレートという中にですねサンプラー入っていますので選択します。録音ボタンを押してあげて何か任意のパッドを押して、今回内蔵マイクを使うのでここに向かって声を入れてみましょう。あーあーこのようにですね、様々なピッチで演奏することができます。ただし今、パッドを押してから発音されるまで少しラグがあります。ここを調整する際は2つ目のノブですね、動かしていくと、まあ、現在録音されている波形が見えるんですけれども、縦線が発音開始ポイントですね。実際に波形が出ているところまで動かしてあげると、このように調整することができます。では早速フレーズの方を録音していきたいと思います。このように録音しましたので、一旦クオンタイズをかけておきましょう。あと音色調整もですね、上のノブから行うことができます。
もちろんエフェクトも使用できますので、ここではリバーブをかけておきましょう。このようにオリジナルの音色を作ることも簡単にできます。今回僕はあーという声で録音しましたが、実際に歌が歌える方でしたら曲に合わせてフレーズをそのまま録音したり、楽器が弾ける方であれば演奏内容を取り込んだりすることもできますので、このサンプラー使いこなすことでかなりこのムーブでできることを広がるじゃないかなと思います。このサンプリング機能ですけれども、一つのトラックだけではなくてドラムトラックの各パッドそれぞれにですね使用することもできます。まずはサンプリングボタンを押して、録音したいパッドを押して、このように録音を行うと、少し音量が小さいので上げていきましょう。特定のパッドに対してボリュームノブを上げると、このようにですね音量を上げることができます。サンプル開始ポイントも調整してみましょう。このように手早くオリジナルのドラムサウンドを作ることもできます。これで一通りトラックを入力してみましたが、特定のトラックに対して別の演奏パターンを試してみたいということもあると思います。その場合はこのセッションモードボタンを押すと表示が切り替わって、この点灯しているパッドは現在のフレーズを表しています。例えばドラムのトラックに対して別のフレーズを作りたいという場合はですね、ドラムトラックの列の空いているパッドを選択します。この状態でドラムは空白のパターンが選択されているので、ここから別のフレーズパターンが録音できます。試しに録音の方を行ってみたいと思います。録音体操をかけておきましょう。あとはセッションモードに戻って、先ほどのパターンと今のパターンどっちがいいかなというのをですね切り替えながら、じっくりとですねフレーズの組み合わせを考えることもできます。また制作以外にもライブパフォーマンスでですね、あらかじめフレーズのバリエーションをたくさん用意しておいて、パフォーマンス中にですねフレーズをどんどん切り替えていくような使い方というのも相性がいいんじゃないかなと思います。デスクに場所を移しまして、ここからはこのムーブとパソコンを接続してどのようなことができるのか、この点について解説を進めていきたいと思います。まずはプロジェクトファイルの連携について解説をしていきます。ムーブで作ったプロジェクトの方ですね、こちらはパソコン版のライブにプロジェクトを引き継いで、よりトラックを増やしたり細かな編集を行い、楽曲として仕上げることができます。手順も非常にシンプルで、まずはムーブの方で設定画面を開き、ムーブマネージャー、こちらにアクセスします。move.local という URL が表示されるので、こちらをパソコン版のブラウザに入力してあげると move マネージャーというのを開くことができます。ここではこのセットから move に保存されているプロジェクトファイル、こちらにアクセスしダウンロードすることもできますし、録音からは先ほどサンプラで使用したような move で録音したファイルにアクセスすることができます。もちろんこのセットはですねダウンロードした後、このようにライブで開くことができます。また、Move は Ableton Cloud にも対応しているので、設定からオンにしてあげることで、ライブのクラウドタブからプロジェクトを直接開くことができます。この Move から初めて音楽制作を行われるという方はですね、パソコン用の音楽制作アプリケーション、Ableton Live Intro というエディションが付属しますので、現在見ていただいたようなことがすぐに行えるようになります。続いてのオーディオインターフェース機能ですが、Move 側でコントロールライブが選択されている状態であれば、パソコンの音声を Move から出すことができます。もちろんこの DAW の音声の入出力もですね、Move に割り当てることができます。音声を出力するだけではなくて、この入力ですね、Move 本体に内蔵しているマイクを使用することもできます。最後の連携機能、Ableton Live のコントロール機能ですね。コントロールサーフェス、こちらから Move を選択します。入出力もしっかりと Move の応答を選択してあげます。あとは Move 本体から再び設定画面を開いて、このリストにあるコントロールライブ、こちらを有効にすると表示が変わり、すでにライブをコントロールできる状態になっています。演奏を行ったり、セッションモードボタンですね。こちらに切り替えることで、クリップの操作を行うこともできます。もちろん選択しているトラックに対してですね、この8個のノブが自動的にマクロコントロールにリンクしてますので、トラックを選択した後はすぐに音色調整を手早く行うということも可能です。はい、今回この Ableton Move の解説を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。音楽制作を行う上でどうしても必要になるこの事前準備、環境設定だったりですね、そういったものをなるべく触れることなくすぐに演奏ができて、アイデア出しに没頭ができる、それを実現するための様々なアイデアが詰め込まれていると感じました。
直感的に使えるという部分からこれから音楽制作を始めるという方にももちろんマッチしていると思いますし、ライブと接続して使えたり場所を選ばずに活用できることからすでに音楽制作を行っている方にとってもあると嬉しい製品なんじゃないかなと感じます。近年ではスマホやタブレットでもですね、音楽制作ができるアプリなどありますが、 Move の場合ではパッドやノブによる細かな演奏表現ですね、こういったものを直感的に記録できるので手軽ながらも細かいところにこだわった音作りができるかなと感じました。もちろんこの内蔵する音源やエフェクトはライブに内蔵されているものと同等のものが含まれていますので、サウンドクオリティ的にもかなり高いと感じました。まずは一度製品の方を触れてみて、演奏性だったり直感性だったりという部分ですね、感じていただきたいので、店頭に展示されているデモ機などを触れてみていただきたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。